形にしないと届きません。2月14日は1年に1度のチャンスです。ひとたび口にすればたちまち虜になる。シルスマリオのチョコレートを贈れば愛する人はあなたの虜になることでしょう。これだけは可愛いな。愛の形は様々です。上司や同僚に渡す義理チョコ、友達に渡す友チョコ、人生いろいろだった人に贈る島倉チョコ。さあ、シルスマリオのチョコレートはいかがですか？数量限定です。愛の形は様々です。上司や同僚に渡す義理チョコ、友達に渡す友チョコ。さあ、シルスマリオのチョコレートはいかがですか？数量限定です。おい、一行飛ばしただろ。人生いろいろだった人に送る島倉千代子はどうした？くだらないのでカットしました。くだらなくねえだろ。ここが一番大事なところなんだよ。あとな、あんたの読み方にはハートがないんだよ。かぶりもんじゃない、ハートを込めろ。だったら自分で読んでください。貸してみろ、俺も手本見してやる。思いは形にしないと伝わりません。2月14日はやめろ。やめろ。初任がこんなものかぶれるか。その被り物は恥ずかしくないんですか？これは被り物じゃねえ、地毛だ。お前ズラだと思ってたか、俺のこと。お客さん見てるから。だってこいつはズラ。お前さ、大人げないんですよ。ちゃんと聞かせてちょっと休みましょう。いらっしゃいませ。お値段はなんと500円。契約更新が近づいてイライラするあなたにはカルシウム満点の豆腐ハンバーグ弁当、健康志向のあなたには玄米弁当、ミスをして落ち込んだ時はドンマイ弁当、タイに行きたい時はチェンマイ弁当。これ本当に里中主任が書いたんですかね？案外ダジャレ好きなんだね。真心込めてお送りする派遣弁当、数量限定です。食料品売り場特設ステージにて、はるちゃんのマグロ解体ショーが始まります。さあさあ、お立ち会い、ご用途お急ぎでない方はどうぞ財布の紐をゆるく締めてご覧あれ。見てこのマグロでかいでしょ。73キロ本マグロ。はるちゃんの解体解体
食べてもらって初めて喜ぶってもんですよ。人生落ちたとこにも必ず喜びは落ちてるもんで、よし。例えばこの中落ち、ここは本当に美味しいや。ほっぺは落ちるが運気は上がる。今日は特別100円だ。欲しい人。もう一回だ。